うわ、ひとまず奪三振。ギリギリに決まりました。もちろんランナーの足にも警戒です。バズーカ送球アウト取っちゃった。バズーカ送球は経験点ゼロ、ランナーが消えて投球操作終了。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日ね、 WBC キャッチャーとして活躍が期待される甲斐拓也選手を、作成していきたいなと思います。今日はバズーカ送球、金徳バズーカ送球で作成していきたいですね。リーグトップの盗塁阻止率4割5分2厘をマーク、長打も期待できると。とにかくもう盗塁は絶対させないよという、そういうプレーを WBC では期待してます。さあ、抽選箱がある状態で4回戦天空中央か円卓。あんだぜ送球安打製造機のプレゼントやっべえなマジで。さあ4回戦お願いします。レッドエンジェルス外れ、クロディシ外れ、ああ戻ってきたいやマジっすかこれ。ちょっと待って、おい抽選箱って何確率4分の2を外した、嘘だろう、戻ってくるとかやめろって。抽選箱をやっぱ最後の最後まで信じなきゃ昨日は信じる力が足りなかった。もう2回戦開けることできたから、内藤メール&掘りすぎラミーコンボ、うわーこれ夢見るん。小平おるやんけ。バズーカ送球揃ったよ。小平半田コンボが確定で、2回戦に古代大学行って芸術的流し打ちもいける。やばすぎるな。小平お前そこにおるんか、違う選ぶか先駆けを選ぶか。あまあオリンピックでさよなら打ってるからな、さよなら男のコツもらうか。ここは違う選択、低音を引きたいな。なるほど魔術師までいけるんかこれラグナロク2回戦は古代、水野と雪のんコンボもあるね。えぐいてえぐいて、いやー使うか。抽選箱を使って古代が出現、しかしこの後も抽選箱なくなっちゃいましたね。とりあえずキックドアイラ、波動わがまアスレティス、テイオ、ちょっと待ってコンボ4ついける、マジか。テイオ8分の1当てたんかこれ。いや瞬明消してるから7分の1を当てる。これ練習場いけますよ魔術師。コンボ3つ目、水野&雪のんコンボ、変身マジカルユキノ、このイベントで金徳魔術師、バズカ送球と魔術師の組み合わせ、これで盗塁阻止率かなりアップです。来てるね流れが、まあなんとかなるか。うおーうおうおー、守備力が71いきなり肩が40から100へ、しかもバズーカ送球、エビル初球の書ゲット、ありがてー。あーでも初球の書めっちゃ嬉しい。ここまでは全試合経験点マックス、いきましょう。ナイスキャッチャー、危ない、これ大好き切り裂き、いやいい守備。このバランセンボス戦のどっちかで、そうもしかしたらコツも出るかもだし、ストライク送球のコツとかも欲しいんだよね今の持っていくかそれ。だーやべいやーきついな、投げないな、タイミング合わない。二塁タッチはセーフ、二塁ランナー儲けちゃってた、ランナー用意と、よっしゃいけた、外れたキャッチャーさん、これはこのスタートならフォトンブレイザーでも走る。アランレンジャーここで前進守備を敷きます。外のボール球打った、よしセンター前ヒット、パワフルチャレンジャー、いけるか走れるか、フォトンブレイザーヒートアップに提供した。フォアボールは経験点ゼロ。フルカウントになった。さあ次で決められるか。うわー結局経験点ゼロ。大
第2球投げました。打った痛烈な打ち痛み掴みました。これでツーアウト。左中間ちゃんと引っ張らないと。このまま引き離したい。これは打ちました。初球打ち OK。頼むよ。7回の表、ここはうまい守備に阻まれました。よし、あ、よし、ランナー出た。ここノーアウトスタート。さあこれで決まるのか。ひとまず奪三振。ギリギリに決まりました。もちろんランナーの足にも警戒です。バズーカ送球アウト取っちゃった。バズーカ送球は経験点0。ランナーが消えて投球操作終了。仕方ないんだよ、これもう解散作成だから。盗塁阻止やれるときはやらないと。配信者としてやらなきゃいけないんだ。いやでもきつい。やばいって。回避あのめっちゃ強かったけどな。経験点的には最悪だわ。盗塁阻止経験点0、ランナーいなくなって操作終了、経験点稼ぎ終了。でもダブルコンボやべえ。やるしかないんか。いや9回の時点で筋力大体100ポイントっていうのがヤバすぎる。いけるか。ナイス。アウト1個ずつ取らなきゃいけなくて、満塁で抑えなきゃいけなくてつらい。抑えてるよ。次誰からだっけ。内藤からか。何点。3失点。こんなもん。いやーきついな。シンキングと高速スライダー157キロ。第9を投げた。アウトハイ決まってストライク。社長いますね。三塁となりました。さあ打席で日野が勇敢。お、どうだ。よし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 、ツーベース稼げてる。パワフェスチャレンジャー、さらに1点を。さあ初球ランナー用意と、ボールを三塁へ送った。盗塁成功。日野やはり決めてきました。ドキドキしてきた。レンジャーここで前進守備を敷きます。投げました。バットを出しません。厄介だね、シンキング通信。カウント2ボール。第3球投げた。どうだ。さあこれは犠牲フライとなるでしょうか。掴みました。昨日出発進行。あー、ナイス。日の犠牲フライ。土壇場で追いつきました。9対9。投球2球目投げました。打ちました。うわー頑張れ。ライト線にボールが飛んでる。うまーい。ナイスツーベース。いやー海君能力取っといてよかった。流し打ち取っといてよかった。マジでうまい今の。ふぅ、最終イニング。さあ1球目打ちました。初球強襲。2塁フォースアウト。あー、ナイスゲッツ。これでスリーアウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。さあシモンが狩りを始めるかごとくの表情です。さあ大ダマル。まずは初球ホームランできる。第2球は行ってくれ、入ってくれ。よっしゃ、外角流し打ち、経験点マックス。スリーランホームラン 1.3 倍。広角棒のおまけ付き。いいんすかそんなの。いやー大ダマル、ハンダめっちゃ強え。そして威圧感だと。うわーデータ大好き。欲しい、威圧感が欲しい。でもこれがキャッチャー作戦なんだ。いやーでも解散のあの流し打ち芸術的やった。
試合いくか。ギャラクシーゼロ、ギャラクシー3回と3分の2でレイブ解散にチェンジで、満塁での投球なんでスタミナ消費量が多いはず。カットしまくりて、スリーボールナイス。あー、カットミッションが始まった。ナイスワンカット、カット、ナイスカット、カット、よし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 、3球カット、4球カット、流れが来てる。だー、これはわからん。リアリー、いやー、でもまあ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 、4球カットして10球投げさしヒット、これは頑張れた。まあまあ5点差、5回の裏操作飛んだのいて、5点差で筋力100、技術98、やばいって。チャンス F だけど、うわっ、ナイスバッティング。7点差、まだ足りんね。リモコンは使ってます。低球必殺だ、ナイス低球必殺です。パワーミートマイナス20食らってもいけるんや。ツーベースでさらに筋力ゲット、いやきつ。日野頑張れ、よっしゃ。で今度はどうです、まだ足りないんだよ。ナイス、やめも、これはちょっと起死回生かも。9点差ボーナス 1.9 倍、筋力285点、あと14点、ストレート打ち取り 1,2 回でいける。で、かばやき太郎さんもどうも、コンドラスタンプありがとうございます。親子対決あるけど、シモンで、よー、シルバレ外角低め、見えてない相手。やらかした。はい、点戻します。あー、ハンティンやらかしてしまった。間に合わんか、よっしゃ、うわ惜しい、ナイスシルバレ、筋力349点、1失点ぐらいは大丈夫だけど、2失点したらちょっと辛くなる。言うてたらそうなるんだよな。落ち着け、3失点ペナの8点差ボーナス、まだ超えてる。もう失点できない。うわー、小平頑張れ、あの守備ミス、よっしゃ、もう守備ミスはしない。うわー、乗り越えた。 MVP はやべもん、やべもん、起死回生のツーランホームラン、全試合経験点マックス、かつコンボ4つ達成、ありがとうございます。あー、よかった、いけた。はい、ということで確率収束した甲斐拓也選手作成完了しました。いや、もう何が良かったかって、昨日6分の5発したんだけど、今日は3回戦7分の1が来てくれた。それでコンボ4つ、あと嬉しかったのがラミーちゃんからもらえたボーナス金徳降格法、降格法とサヨナラ男で、あのオリンピック金メダルの時の逆方向へのサヨナラタイムリー再現できるかなと思います。いや、またよかったらパワーナンバーダウンロード、そして高評価チャンネル登録よろしくお願いします。オペラ回すか。で、お願いします。盗塁阻止率。93回企画されて、39回許した。
5割8分1厘チーム内の全部盗塁阻止やってる。いやもう魔術師かけるバズーカ送球、これはレジェンドクラスだわ。